調子乗っちゃって続きまして、喋んないっつったんだけどちょっとだけね、殺されちゃうぞ、国に殺されちゃうぞ、どんどん憲法を書き換えてまで戦争したいみたいな、この国はまだ和田和樹がいなくなったらしかしくるみさんの企画だけあって男ばっかしだな女がいねえな、目が見えなくなっちゃった、かすんでるんじゃなくて見えなくなった。続きまして来たよ、僕たちの前のバンドとはこの曲は一切関係ありません。僕が大優と言ってもバスタードとは言わないでください。滑らんな、いいぞ天才芸人。みんな心に殺したい奴を思い浮かべて、俺が大優と言ったらバスタードと叫べないでくれ、大優。いや本当に1年というのは早いものでね、もう30日ですよ、あと1日残すところね、今日は伸びすぎてね、明日はみんな寝てるんでしょうけども、まあまあそれも正月休みだ、よかんべですね。6時半頃ねお風呂入ってね、ガキの使いに備えるんだろう。バーニング行け。続きまして、年の瀬にこきたれ格好して貧乏人がこんな地下室に集まってんのはどうやら世間ではきちげえっていうらしいぜ。そう、俺たちはクレイジーブレイクロッシャー。
感じやすいんだから。見ろほら立っちゃったじゃないか。フローリーハイキック。なんだよそれ。続きまして。あの押してるんだから。段取りが段取りが。続きまして、そう、昨日あの地元のワールドボット忘年会だったんだけども、堺じゃなにまだバンドやってるなんつってね、旧社会とかやってるようなやつに言われたんですけども、てめえのがよっぽど狂ってるよって言ってきたぜ、サイコパスだ。来年1月28日、東高円寺2万ボルト、あと2月にちょろっとあって3月の11熊谷でハードコアサーカス、また今回もまあ程よいメンツ集めたんで、程よいメンツ集めた、まああのまあ一晩だから教えてやってもいいかな。違う。このね、ステージドリンクをね、オイルだと言い張るね。頭の狂ったバンドも来ますんで。あとはおいおいね、年が明けたらアナウンス始めると思いますんで。ウィモチック。許さんぞ。今の俺のじゃない。許さんぞ。あの今年沖縄に台風で行きそびれたんだけども、沖縄には何のゆかりもねえけども、あれは日本の国土だから、一握りの砂も一畳の土地もアメリカのもんじゃねえぞ。アンフォーギブン。